はい、どうも藤野130 KG です。ちょっと今日はね、名店と噂されるゲームセンターに取材に来ました。こちらキャロム所沢店さんで、カラオケゲーム10時から24時やってるみたいですね。この何とも言えない入り口を開けて今から店内に侵入してみたいと思います。あ、すごい、めっちゃ味があるな。こんな感じでね、今月の新景品の案内がバッと出てますね。これすごいね。ちなみに今日はこの爆豪とか欲しいなと思ってますね。よし、行ってきます。許可は、撮影許可は取れてるんで、今から最近撮ってなかった新景品中心に撮っていきたいと思います。ちょっと昼休み中に来てるんで、あんまり時間がないんですよね。あ、ちょっと待って、乙骨のフィギュアがあった。そう、せっかくなんで先に乙骨取ってきましょうか。結構パワーがあるっていう事前情報は聞いてるんですけど、こっからどう狙おう。とりあえず持ってみます。あ、すごい、とんでもないな。もういきなり大チャンスやん。これさすがにまだ奥のバーから角が出てないんで、一旦行儀よく手前の角をちょっとふわっと持ち上げて、で端を出したい。出ろ出ろ出ろ、ちょっと出ろ、ちょっと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 、うわー、若干事故ったけど、これがそのある意味パワーあるゲーセンの難しさというか醍醐味みたいなところですよね。動き方がね全然違うんで、パワーが強い台はそういう台の攻略っていうのを、これ OK、この形になったらもう大チャンスです。さっきと違って2手かかっちゃいましたけど、手前の角がしっかり出たんで、あとはもうこの有名と今や有名な修正チャブってやつですね。右アームをギリギリで奥に入れて、で角度を変えるようにスッと立てる。お、惜しい。もうでも通ってますね。これはほぼゲット判定でいいと思います。僕が店員さんだったらもうこれゲットですよって、もし僕がお店作ったらこれもゲットにしちゃいますからね。よし、いけ、よし、ゲットやりました。よし、お骨ゲットです。よし、いるかな、爆豪。 あったあった。ありがとうございます。はい、爆豪初期位置に戻してもらいました。どうしよう、これでもね、景品が結構でかいんで、なんかとりあえず滑り止めのないバーに乗せたらなんとかなるんちゃうかなっていう。やりすぎたな、奥も乗ってないからちょっとこれはむずい。ちょっと一度左寄せ気味で若干景品戻して、滑り止めの乗ってないバーに乗せたい。これは、あ、でも乗ったんじゃない？これチャンスじゃん。よし、めちゃめちゃいい形や。で、この形になったらもうあとは、あー、やりすぎ、右入れ右入れ、 OK、 入った。これで手前にスッと投げて、あー、なるほど、ちょっと寄せ甘めで狙います。これで運べ、手前に。角度つきすぎた時っていうのは、一旦乗せるとかいう一個のことを考えすぎるんじゃなくて、形崩すぐらいの気持ちで思い切って狙うのがいいかなと思います。左アームで左下の角を狙っています。左下角取れろ。あー、惜しい。うーん、角狙い、ちょっとどうしようもないから店員さん呼びます。取れるかなこれ。とりあえず、まあ、角度つけていきましょう。左爪入れて OK、 ちょっと動いた。はいはいはい、で早速乗ってますね。ここにいい感じです。これはこれで奥の角をシュッと弾いていきます。これこれ、
OK で OK 来た。結構手前に乗ってくれました。でこっからなんやよな、普通にやってもあれなんで、奥側の鋭角に右アーム若干寄せ気味で入れて、手前にこうズリズリっと寄せる。 OK 来た、最高や、これはいける。でこのまんまあとは乗せ上げちゃって奥に倒す作戦でいきましょう。ちょっと左寄せ気味でしっかり奥から狙います。左寄せて奥持って、手前に OKOKOK、 いい感じです。だいぶここここ、これで右アームでしっかり手前に上げに、うっとちょっと角度がついた。まあいいや、右寄せの左手前、右寄せの右手前狙って、ちょっと景品に角度つける。角度つけ、角度 OK、 程よい。これ最高の角度や。この次の一発でしっかり上に上げれたら勝ちですね。で奥側が多分ねだいぶ重いんで、奥側重いから右爪でなんとか OKOKOK、 めちゃめちゃいい形。いやちょっと緊張するな。あの実はねこの爆豪台意外とむずそうで、さっきから前の人たち2人ぐらいがやめてるのを見てたんで、結構ね慎重になってます。右入れて OK 来た。はい、これは勝ちました。よかった、僕はちゃんと自力で取る勢になれそうで、あんまりあの中心から持つと箱をバランスキャッチというかもうがっちりキャッチしちゃうんで、手前をかすめるように奥に倒します。 OK、 これかすめるように持つのはパワー強いゲーセンでの鉄則です。やりました、よっしゃ、無事に爆豪ゲットです。やった。で他何だろう、このジョーカーとハーレクイーンでも狙いますか。かっこいいな。しかもジョーカーもうすでにめちゃめちゃチャンスの状態やん。これもうあとちょっとで右手前が乗りそうっていう。これどう、乗れ。 OK 来た、勝った、最高や。若干寄せ気味で奥狙って景品を手前のバーの上に乗せちゃうっていう、これキャロムさんの勝ちパターンなのかもしれない、この取り方が。 OK やりました。これでこの辺こんなもんで、でこのまま OK 勝った。僕 100% 取れたやん。もうこれこの最高の状態でのけといてハーレクイーン整えようかな。 OK そうしよう。今の時間ね店内が割と空いてるんで、すぐ隣の台でハーレクイーンも取れる1個手前まで準備しちゃいましょう。で、あー惜しい。でワンパンワンパンで1個ずつ取って最高の絵を連続で見せるっていう、さっきと同じ戦法です。右アーム寄せて奥の鋭角に入れることで手前にこう絞れるんじゃないかっていう。あー違うな、ちょっと違うかった。重心と滑り止めの強さみたいなところでちょっと戦略が変わってきちゃいますね。今ちょっと戦略変わるんで、このままもうちょっと角度つける作戦。おっと OKOK、 これはこれで大丈夫。左手前を狙って右に角度つけつつ動かします。ここ、これで左下の角あたりを取って角度つけつつ右にこかせると最強。あー甘い甘い甘い。さっきよりもちょい奥気味から爪入れて、あーこれやばい、ちょっとお客さん増えてきたからとりあえずジョーカーだけ取っときます。心の安定を保とう。この辺で、あやばい、 DC すんだよ。 OK ゲット、ハーレクイーン行きますか。
この台やめようかな。この台ちょっと微妙ですよね。まあでもせっかくここまでやったし、こっから取れるか試してみましょう。なるほど。とだけ奥気味に調整して、左入れて、で、やっと左をギリ入れして、景品稼働を上げに行く。さらにギリ入れして左手前の角に爪入れます。で、OK、 でいい感じに角が上がってきました。もうちょっとだけ調整しましょうか。左手前の角に爪かけて、あーやばい、下まで来ちゃった。でも行け、オッケー、もうちょっとで通る。よし、ここまで来たらもうなんかなんなら今通りそうでしたね。ワンチャン本体付きしてもいけるんじゃない。左爪で頂点ちょっと押しちゃいましょう。あ、やばい、ちょっとやばいことしたかも。あー、オッケーオッケー、よかったよかった。下角持って引き上げてくれました。ちょっと全然思い通りのプレーじゃないけど、とりあえず落とせそうなとこまでは持ってきてます。で、あとはこの辺で修正チャブ気味に左爪入れて、で、ストンと OK、ゲット OK、やりました、無事ゲット OK。 で、あと何狙おうか。あとどうせなら新作系でも取っていきましょうか。よし、じゃあちょっと最後このオオカミと香辛料もう乾杯してるフィギュア取っていきましょう。これ形がちょっと難しいから、こういう形の取り方教えてほしいっていうコメントをいただいたんで、ちょっとせっかくなので、やけど、うん、よし、もうめちゃめちゃいきなりチャンスやん。もうなんかどうしよう。これで仮に取れて、これがこの形の取り方ですっつったら怒られるけど、まあいいや。よし、通常の箱よりちょっと平べったい形の取り方教えてほしいってコメントくれた方、こんな形で挑戦してみてください。あ、やばい、休憩が2時までで、もう終わりそうなんで、そろそろ帰りたいと思います。